私の商売道具のタロットカードが入っております。お財布にこういうちょっとね飾りをつけることによって幸せを引き寄せるっていう意味があるんですよ。すぐに切り替えができるのが香りなので、香水とかネイルオイルとかたくさんの種類をいつも用意しています。はい、皆さんこんにちは。フォーチュンアドバイザーのイベルルダハルカです。今日は私のバッグの中身をご紹介したいと思います。まずこちらのバッグはもう私気に入っているのは大きさと軽さです。年を重ねていくと重たいバッグが体に染みる、なのでもう軽くてたくさん入って使いやすい、なんかこう汚れても気にせずに雨の日でもなんかいつの日でも使えるみたいなバッグを今好んで愛用しています。そして私自身やっぱり占いをやっているので、いつも楽しくいたいっていうのがあるので、赤というカラーが情熱的で気持ちを前向きにしてくれる、生命力を与えてくれるお色なので、生命力が詰まった赤。そしてキーホルダーをジャラジャラとつけているんですけども、こちらが小さな鏡がついていまして、鏡っていうのが魔除け、悪いことを払うっていう風に言われているので、小さな鏡を持ち歩くと魔除けになっておすすめです。そしてあの今年は辰年なので、辰年のマスコットをつけています。もう龍は上り詰める上昇運、運気アップの意味があります。あとこちらがハンドクリームで、ハンドクリームってこんなにバッグが大きいとどこに行ったみたいな感じでめっちゃ探すことになって、見つかった頃にはもういいやみたいな、めんどくさくなりやすいので、私はこうやってハンドクリームのところに画鋲で穴を開けてキーホルダーをつけて常にぶら下がるようにしていて、なんかある時はすぐにハンドクリームをつけるようにしています。やっぱり手元っていうのはチャンスをつかみ取るっていう意味があるので、手をね潤すっていうのすっごい大事なんですよ。好きな香りのものを用意しておくと、マインドチェンジの時にハンドクリームをつけてスーハースーハーしたりとかするので、私は結構香り違いを2本とか持ったりもしています。こっちが穴が開けれないタイプはそのクリップをつけておくと、自分の気持ちでどれにしようかなって、今日はこの気分だからこの子を持っていこうっていう感じでここにクリップにつけていくと意外と落ちないんですよ。ハンドクリームが行方不明になりがちな人はおすすめです。これからっていかに心地よく快適に過ごせるかっていうのがもう生きる中でとっても大事なんですよ。2020年の12月から風の時代に入って、風のように軽やかに生きるっていうのがキーワードなんですね。でもなかなかそういう風にいかないですよね。なんか苦手な人がいたり嫌な人がいたり怒られちゃったり、だからそういう時はこまめにすぐに切り替えができるのが香りなので、私はもう香りグッズをかなり持ってます。これとか、あとは私の中でめっちゃシンデレラフィットと思ってるんですけど、こういうなんかいちごちゃんとか、いちごも実が実る上旬アップのチャームなんですよ。なのでこの中にも香りがシュッ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 って吹くと、もう一瞬で森にいるような香りみたいな感じになるので、私はもうこういう感じでアロマオイルとか香水とか、あとネイルオイルとか常に持ち歩いています。もうどんな気持ちにもカバーできるように、テンション上げたいとか落ち着かせたいとか、ちょっとセンシティブだなっていう時にはちょっと安らいだ香りとか、もうたくさんの種類をいつも用意しています。あとは私もう占い師ですので、仕事道具はもう占いグッズを常に本も数冊持ち歩いていますし、あとはネタ帳、占いのメッセージお告げみたいなのが降りてきたりとか、この人を調べたいとか発見とかがあった時にこのノートにうわーっと書き出すために大きいものを使うようにしています。保湿すごい大事なので、韓国ドラマにはよく出てくるこちら、めちゃくちゃ韓国ドラマを見るんですよ。そのたんびにこのバーム、みんながもうぬりぬりドラマの中でするんですね。もう速攻購入しました。そして私はいつも使い分けていて、お外で使うものお家で使うものと分けてます。やっぱり一度もうお家から出てしまう
と、もう不運とかもういろんなものに取り付いちゃうんですよ。だから私はお家でお肌につけるものとお外でのは分けて、これも何本も持っております。だからもうちょっとあの時間があったりとかしたらどこにでも塗れるので常に持ち歩いています。あとは花粉症とかあの鼻炎とかがあるので、タイの香る薬って言われるんですけど、香りを嗅ぐことですごい鼻通りが良くなるので、もう花粉のひどい時とかちょっと空気が悪い時はこれを持ってます。しかもこれがすごくいいのは二層式になっていて、下がオイルになってるんです。なのでここからオイルをピッピッて出して、頭が痛いとかっていう時はオイルが塗れるんです。だからちょっと頭痛いなっていう時はこれが使えます。あと私はもう見ていただいたら分かるように、もうキャラグッズがすごい大好きなので、可愛いイラストとか上がる見て好きなもの、推しグッズとかでもいいんですけども、テンションが上がるものっていうのはもうすぐ運気アップ効果につながりますので、私はこういうキャラグッズとかでテンションを上げています。年を重ねていくとですね、もう本当に体が一番大事なんですね。やっぱり運勢が良くってもう体が疲れていると意味がないので、常に取材とか撮影の時ってドリンクが出たりするので、そこでみんなでスタッフさんと分けたりできるように、お水の中にさっと入れるだけで不足している野菜分を取れたりとか、必要なエネルギーをもらえるっていうか、はい、そういうのを常に入れております。喉ケアのものも常に入れております。雨グッズも常に用意しております。巾着も大好きなんです。開ける楽しさと集める楽しさもあって、これクッキーが入ってた巾着なんですけども活用しております。もうこれからの季節塩分取れる梅干しとかあるといいですし、あの蜂蜜系のキャンディーを入れております。アイマスク、もうこれは数秒でもう寝落ちできる。だからこういう癒しグッズがあると自分のベストな状態とかを作りやすくなるので必ず入れてほしいなって。だからもう常に暇な時もこうやってコロコロできるようにカッサ入れたりとか、こういうのがあると携帯を手放すことができるから、メリハリを持って鏡に向かう時間みたいなのを作るとすごく自分にとって必要なものも分かりやすくなったり気づきがあるので、こうやって顔につけたりとかなんかケアするアイテムっていうのも持ち歩くのおすすめです。だから本も常に入れてます。私の本じゃないんですけども、体の緩めることとか体の不調のサインとか学ぶのに今これをちょっと読んでます。こちらは私の商売トークのタロットカードが入っております。私は手が小さいのでオリジナルで小さいサイズを作ってもらって、これでもうその人の今の運勢や思いを見える化してくれます。だからこれは常に持ち歩いてます。しかもその中にちっちゃい香水も入れて、常にハッピーな気持ちでタロットが弾けるようにしています。あとはお財布、お財布は2年に1回変えるのにすごいおすすめです。私ももうそろそろ2年ちょっとになってくるので、お財布を新しく探していきたいなとも思っております。これ天然石がついていまして、紫は直感とかシックスセンスを高めるっていうお色でもありますし、上の自分になるっていう色の暗示があります。そしてお財布に鈴をつけると厄払いになるっていうのと、あの猫ちゃんのキーホルダーつけてて、猫は招き猫の意味があるので、はい、いろんな幸せを招いてくれるようにってつけてます。お財布にこういうちょっとね飾りをつけることによって、やっぱり幸せを引き寄せるっていう意味があるんですよ。こういうお金いっぱい来いみたいなこういうのを入れたりとか、蛇の皮、蛇の抜け殻を見つけてそれをパウチしてこれも入れております。で、私はお金でここの数字を見るようにしてて、ここに書いてある数字で4番がお金がなくなっていくっていう数字で、0は使い果たすっていう意味なので、ここのお札の数字を見て4と0が入っているお札は使っていいって決めて、4と0が入ってない数字のお金は貯金しようと思って貯めてます。だから買い物の時にお財布をまず見て0も4も入ってないで我慢したりしてます。あとはさっきも言ったように小さい鏡を入れておくと魔除けになるので、お伊勢さんのお清めの手帳を持っております。あとタオルもいつも持ち歩いてて、タオルは赤ちゃんとか子供もタオルで癒される効果があるので、触り心地がいい安心するものっていうのを選ぶようにしております。そしてあとはエコバッグ、エコバッグも常にお買い物した時とか何か入れる時に、虎はもう金アップっていうシンボルなのでこういうのも入れております。いつもすぐ
く何かあった時に可愛いクリップとか。私タイで占いをすると、タイっていうのは誕生日の曜日占いっていうのが最もポピュラーなんですよ。私水曜日生まれで、水曜日生まれはグリーンがラッキーカラーなんです。あとはタオルもまた追加で予備で1日使ったら変えたいんですよ。なのでバッグ入れ忘れたとかってなったら嫌だから、予備も常に持ち歩いてます。あとはあの岡山のなんなんっていうバッグにメイク道具が入っています。あとまた香りのもの、とあとちっちゃなゴミ袋、ティッシュとか使ったりとかするとゴミが出るじゃないですか。そういう時にこれを持っておくと、パッとゴミ袋にゴミをまとめることができるので、こういうのも持ち歩いたりしてます。あと携帯はもう見つけやすいように、あのテンションが上がるようなものを選ぶようにもしております。アクセサリーを入れておいて、ダイヤモンドのアクセサリーを持ち歩いていて、ダイヤっていうのが世界で一番硬いものって言われていまして、特に自分の思いを貫きたいっていう時とかはダイヤモンドおすすめなんですよ。なので私はもうこれを叶えるぞみたいな時はダイヤモンドのペンダントをこっそりつけたりとかしています。いざって時って突然来るじゃないですか。だからこれはちょっと一応入れておきます。いつも除菌のスプレーとマヌカハニーを持ち歩いていますし、あとは私自身本当不規則な生活をしているので、これを飲んでビタミンをしっかりと入れるように、常に袋には何種類か、はい、入れるようにしております。 あとは開運シールみたいなのも持ち歩いてます。自分が好きなものに囲まれるっていうのが一番の開運方法なので、皆さんそれぞれ自分がテンションが上がったり落ち着くみたいなものを選んでいただくといいと思います。はい、こちらが私のバッグの中身でした。以上です。